隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで期待できるとはな。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワットならいつでも行けるぜ。BSAA のお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ一暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長と暴れるのは久々だな。最後はいつだ、中道か。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミアに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは。君が悪い。あ、え、じゃあイーサン本当に死んだの。あれで、これクリスだよね。そう、イーサン死んだの？ていうかミアもさ、あ、今地図何にも開けない。ミアは、やっぱ殺されちゃったってことなのかな？入れ替わった段階で。なんかとんでもないことに。おい、アルファ、見てみろ。ここまでするとは。畜生。まるで地獄だな。どうやって目標に近づく？まずはあいつを片付けないとな。援護は任せろ。さあ行こう、全員適正 BOW に注意しろ。了解。適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い。気をつけろ。おお、強い。おお、強い。いいね。ああ、でもお金は出てこない。あ、早くリロードして。おお、強い。すごいな。あれ倒した ?OK。いやー、もうなんかすごいことに。了解。ヘッドショットすればこの銃ならすぐに倒せるな。とりあえずちょっとセーブできるところまで。あ、いいね。油断するなよ。いろいろある。ハンドガンと、フルオートのライフル、いろいろあるな。どっかにセーブポイントがないかな。これって
あーマジか。イーさんが来たところを戻ってるね。なんだあのキモいのは。あれすべて特異菌か。おそらくミランダもあそこだ。うわ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 。これ進んでいいのかな。あ、大型の変異種 BOW を確認。お、倒した。お、お、次から次へと来る。リロード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 。早く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 。うーわー。ああ。あ、そうか、もう何ももらえないんだもんね。そうだね。こっちはいけない。隊長、俺だ。今から砲撃シーンの準備に入る。時間をくれ。了解。こちらタンドラ、僕の配役に物資を置いておく。はい。自由に作って。オッケー。ありがとう。できればセーブポイントも欲しいんだけどな。あ、この緑のランプが一向にどんどん行けばいい。通れない。どうすればいい？ここから通ればいいかな。お、あ、ナイトビジョン。おお。アンバーアイズ、捉えてるか？おお、次から次へと。すごい。簡単に倒しちゃう、ライカンが。ああ。こっちでいいのかな。うわ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 、次から次へと来る。うっ、痛い。うわ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 。もっとこう、一網打尽にしたいんだけど。これ全部倒さないといけないのかな。OK。あとでルートは？ああ。弾はかなりあるからね。グレネードもあるのか。これは何これ。ん、まあいいや。なんだろうね。まあいいや。弾はとりあえず十分あるのでさっさと行きましょう。これも完全に最終決戦だな。リロード。いった。はい、もうさっさと行く。もうやっぱグレネード。はい、はい。くそ、早く早く早く。邪魔だ。リロード、早く。これもどんどん来るな。はい。あーもう邪魔。はい。あーもうもうもうちょっと進むとすぐ出てくる。こんだけ弾があっても足り、おお、次から次へと、もうやめてちょうだい。えいわ。さすがイーさんじゃないわ、クリス、タフだね。
もうどんどん行っちゃう。全部かまくったらキリがない。でっかすぎるな。何これ。いいぞロボ、座標にぶちかませ。こんな建物あったっけ。これでいいの。オッケー。あ、なるほどね。誘導装置的な。待ってくれ。お。群れが装着した。うわ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 。ブシ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 。はいはいはい。すっか。うわ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 。グルデネード。うわ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 。次から次へと来る。わわわわわわ。ちょ。次から次へと来るの。おい、早く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 、痛い痛い痛い。はい。あー、もう、あー、もう次から次へと。おい、よいしょ。早く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 、いった、勘弁してよ。早く早くして。武器も使うのか。向こうもそう思って。はい。ああ、寸前ってとこだな。そうせかすなよ、リロード中だ。ああ、次から次へと。いやー、もうこれ後ろから来られたらアウトだ。早く、こんなの2体なんて来られたら、あ、もう早く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 完了。次はどこに撃てる。わわわわわわ、早く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 、リロードリロードリロード、早く早く撃ってください。 POW の勢いに増してきてる。そのないとやばい。わかってるわかってる、早くリロードリロード。あ、痛い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 。早く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 、よいしょ。分かってる分かってる、もうもう次から次へとやばいんだ。痛い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 。あー、待って、クラフトができない。あー、えい、あ、もう山だ。もう、あー、邪魔だ。いった。え、分かってる分かってる、次から次へと来るんだよ。全然止まない。あ、早く、はい、ああ、つもみだ。よかった、金庫はあの下だ。とりあえずもうさっさと行こう。これラストバトルなのかな。地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の金をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、E 型にあったゲノム編集の痕跡がない。え？こっちが原種です。なるほど。船で行った先に見つけた資料のまんまですね。こっちが原種だって言ってた。で、まあ弾はいいんだけどさ、これもう完全にラストバトルだ。うん。どうすればいいんだ。これここから狙えるかな。あ、ダメだ。ほい。うわ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 。あ？うーわ。お前かよ。万人か。これじゃ拉致が。え？ロボ、少し手こずって。お前の手を借りたい。上がれ？上がれない。そこから撃て。
え？そっちへ移動する。それまで辛抱する。うわあ。これさ、マジかよ。ほっ。うん。あ、背中か。背中をリロードして背中を狙えばいいんだな。これ上登れないのか。うわ。はい、グレネード。はい。はいはいはい。あ、くそ、背中が狙えない。よし、ロケーターで指示する。嘘でしょ。ういあいが痛かった。はい、回復した。はい、早く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 打ってください。早く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 して。はい、オッケー。ああ、やったか。まだ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 。早く、マジで背中全然取れない。うん、頼むクリス、背中を全然取れないよ。はい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 、早く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 、ヒーロー音が遅いな。早く、オッケー。はい、まだ？わかったよ。ほっ。あれ？ほっ。この野郎、いい加減くたばりやがれ。あ、倒した。このまま進む。お前たちは上で待機してろ。なるらしい。この先か。ああ、ナイトビジョン。弾足りるかなこれ。ミランダがミアに化けてたなら本物のミア。うん、そう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 。生かしておく理由もないだろうな。だがわからないな。ミランダがどうやってローズのことを知った。金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。マジか。やっぱりじゃあミアは殺されたのか。あ、うわ、あったぞ。これが金庫か。うわー、すごい胎児の形してる。こちらアルファ、金庫を発見した。これで全て終わりにできるな。ああ、ようやくな。うっ。 N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそ蹴りをつける。このまま進む。了解、待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら言ったところで遅いが、E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。うん、そうだな。でね、くれてたらもうちょっと、うん、違ったと思うよ。ね、オープニング冒頭のさ、突入してからさ、気絶させるんじゃなくて、すぐに、あれはミアじゃないっつって、どういうことだっつって説明してれば、もっとね、安全に行けたかもしれないのに。この先にセーブポイントあるかな。おお、これはミランダの研究室。救出だね。何かあるかな。おお、カドゥだ。
特に変化はないか。こいつで BOW を操ってるのか。ああ、そういうことね。ただ植え付けるだけじゃなくて、こいつが元となってなんか信号を送るんだろうか。ていうかよく見るとこのカドゥもこう赤ん坊のさ胎児の形っぽいね。なんかね、あ、いや、結構いろいろ読めるな。なになにこれ。え、あれ、開けない。あ、開ける。え、被験者、サルバトーレ・モロ。カドゥ適合率やや低い。著しい知能の低下が見られる。カドゥによる内臓組織の変質が激しく、エラや浮き袋に近い臓器が形成された。魚類に近い体構造を持つと、また不定期に細胞分裂が暴走し、巨大な魚に似た、これはスイム形態かなに変異すると、この変異は本人の意思では制御不能。あ、じゃあもうあれ暴走してたんだね、やっぱり。血管が多い。エヴァの器には不敵と。あー、なるほど。ってことは多分これ残りの3人のなんていうの記録かなんかなんだろうけど、4人ともそのエヴァっていうなんだっけ、娘だっけ、ミランダの娘の器になるためのやっぱ実験台にされてたんだ。これは誰のだ。オルチーナ・ドミトレスク。オルチーナ、ああれか、地下室で見たあのオルチーナ D ってドミトレスクのことか。うん、間違ってなければそうだね。で、カドゥ適合率極めて良好、知能に問題なし、新陳代謝の増加が著しいと。外傷を受けても瞬間的に組織を再生し、爪を短時間で成長させることもできる。代謝向上に伴い、身体の巨大化が見られる。あ、そういうことだったんだ。特起事項として先天性の血液疾患により定期的に他者の血を経口摂取する必要があると。なるほどね。だからヴァンパイアみたいな感じになってたんだ。また毒物などで、代謝バランスが崩れた場合、細胞分裂を制御できなくなる懸念もあると。優れた個体だがエヴァの器には不適と。あー、だからか。だからあの毒のナイフがあったんだね。てかその旦那さんもそこまで知ってたのかな、その毒が効くっていうのは。なるほど。で、これは馬のマークだから多分あれだな。あ、そうだ、ハイゼンベルクだ。カール・ハイゼンベルク。カドゥ適合率極めて良好、知能に問題なし、局部にシビレイなどの強電魚に見られる発電器官と同様の臓器が形成されている。この器官は脳神経と直結している。脳を通して全身の神経網に電流を流すことで、自身をコイルと化し、周囲の磁界を形成、磁力で金属を操作することが可能。優れた個体だが、エヴァの器には不適と。何が、こう、なんだろう、基準みたいなのあんのかな。でもだから、カドゥっていうのを植え付けられたら、本当適合がうまくいけば、なんていうの、ドミトレスクで言えば代謝機能が向上して爪とかを、まあなんていうの、ウルバリンみたいな感じになるし、このハイゼンベルクで言えばそういう特殊な器官が誕生して、それこそマグニートみたいな、何でも鉄だったら磁力で操れますよみたいな能力を得られるものだったってことだね。なるほど。で、これがあの人形使い。名前がドナ・ベネビエントだね。
数適合率良好、モロー以外はみんな良好だったんだ。知能に問題ないが重度の精神疾患ありと、肉体的には普通の人間とほぼ変わらないが、特殊なシグナル物質を分泌、放散することで特異菌に感染した植物を操作できる。ああ、じゃあ、黄色い植物ってのはそういうことだったんだ。また特定の植物の花粉を吸引させ、多生物に幻覚幻聴を誘発させることも可能だと。ただし精神的に未発達であり、愛用の人形に自身のカドゥを株分けし遠隔操作していると。エヴァの器には不敵と。マジか。まあ彼らも普通の、なんだろう、もともとここのただの村人で貴族だったのかな。ただドミトレスクは没落貴族の末裔だとかなんとかみたいな書いてあったね。なるほどね。まあここではまあいろんな真実というかがわかる感じだな。これは、これは卵子に何かをして子供が生まれて、うん、名前とか特にないけど、これさ、さっき出てきてきたミランダに似てない？ミランダなのかな、これは。あれ、これってさ、セブンのエンディングで出てきたさ、エブリンのこう、写真じゃない？実験っていうか、実験室でのこう、様子のみたいな。あ？これ載ってたね、この写真あったよ。コネクションがエブリンを作って、コネクションの研究員になりすましてエブリンを普通に作ったってこと、これで。コネクションは BOW として作ってたけど、もともとはこれがもしこの右の人物がねミランダだとしたら、同じように娘を取り戻すために作ってたっていうことなのかな。で、これは探検家？特異菌をなんか発見したみたいな、そういう写真なのかな。で、我が子ミランダ、このような形で再会となる比例を深く謝罪させていただきます。本来なら再び村を訪ね直接ご報告すべきところ、雑事に、これは謀殺だね、謀殺され、それもままなりません。あるいは悠久の時を生きる騎手のことです。雪道で死にかけていた医学生のことなどもはや覚えていないかもしれませんね。15年前、村で過ごした日々は、私の人生で最も啓示に満ちた時間でした。騎士の研究成果には圧倒されるばかりで、生物を感染によって変異させる発想には、稲妻のごとき衝撃を受けたものです。これこそ、人類の工事への進化という、私の理想を体現する手段と、確信しました。二度の世界大戦を得てもなお、次の最終戦争を迎えようとする人類を見るに、今もこの考えは少しも変わりません。ただ私は、鬼女と毎夜語らう中で、鬼女との決定的な違いに気づきました。鬼女の目的は、一人の死者の復活、エヴァのことか、娘の。私が目指すものは、人類すべての進化。
つまり奇獣の研究する菌類では、私が求める爆発的感染力は実現できない。やはり先行のウイルスこそ手段にふさわしい。それが私が奇獣の元を去った理由です。別れを告げなかったことを後悔しております。思い出話はこれくらいに。頼りを差し上げたのはあるご報告のためです。私は進化の鍵を見つけました。アフリカの奥地に眠る始祖たるウイルスを、研究基盤となる企業も友人たちと、起こす予定です。会社の名前はアンブレラ。奇獣と語らったあの洞窟の紋章が由来です。あ、じゃあやっぱりあの紋章はもともと別のもので、なんかのその騎士団みたいなやつの、それをもとにアンブレラのマークをにしたんだ。いよいよ我が理想の現実が迫りました。騎士に成果をお見せできる日が待ち遠しい。すでに全てはミランダ騎士の教えがあってこそ、修正の死に、啓幕を込めて、オズウェル・E・スペンサー。マジでスペンサーがなこの村に来てたんだ。ねえ、このスペンサーが村にね、えバカな、まあ、後付けなんだろうけれど、スペンサーってのは何だったっけな、バイオハザードの何だっけ2と3、まあ1から、まあ、全部の元凶だと思うんですけど、確か何だっけラクーンシティでその T ウイルスがばらまかれたと思うんですけど、その T ウイルスを作った企業がアンブレラで、アンブレラの創設者がその何だったっけ今出たオズウェル・E・スペンサー、確かヨボヨボのおじいさんなんですけど、その人がここに来てこの特異菌からインスピレーションをもらってウイルスを作ったと。はあ、じゃあ途中でさ予想してた、ひょっとしてこの菌が元で T ウイルスが作られたのかなとか言ってたんですけど、あながち間違ってなかったね。元ではないけど発想ではここから来てたっていう話だね。はあ、マジか。ねえ、僕より詳しい人もたくさんいると思うんですけど、いやーもうびっくりですね。これはこれエブリンだね。そうだよね、セブンの屋敷にもあった写真だ。私のエヴァ、100年前、お母さんはスペイン風邪からあなたを救えなかった。じゃあ100年前の人物なんだミランダって。あの時お母さんは何の力もないただの女だった。でもやっと貧困に、襲われたあなたをこの世に蘇らせることができる。生命力を示すためローズの貧困の制御器たる聖杯で復元し、そして貧困と融合させる悲願の儀式がついに実現するのよ。はあ、なるほど。あなたを弔った後、死に居場所を探して迷い込んだ洞窟で金庫を見つけたのは偶然だった。流れ出る黒いものの、黒いものに触れると頭に膨大な情報が流れ込んできたわ。それはこれまで金庫が分解吸収してきた死者たちの意識の残片かな。私は思った。金の中にあなたの意識が保存されているなら再び復元することだってできるはず。
そう、金庫に適合する器さえあれば。あ、だからか。だからカドゥをもう片っ端から植え付けて、まあ、ローズじゃねえわ、エヴァっていう娘の体になるようにしてたわけだ。無駄に村に戻ると、村人を共に金を植え付けて、母さんを崇拝するよう意識操作した。その方が人体実験を行うのに都合がいいから、器を作るため何百人も実験に使ったわ。効率化のために、線虫からカドゥという感染を、培養する寄生体も作ったけど、研究はうまくいかなかった。故にオルチーナみたいな反適合例もあったけど、ほとんどは理性のない雷管になり果てた。研究協力したいという組織に金とあなたの肺を提供したこともある。結果は出来損ないのエブリンだったけど、それがコネクションか。あ、じゃあさっきの写真はやっぱりミランダで、そういうことが、器になるね。この体をできるかなと思って提供したけど、エブリンでもダメなんだ。でも奴らからローズの、あ、でもそうか、体が老いるからだ。ワクチンを投与し続けないと。だからもう器にはできないってことかな。でも奴らからローズの情報を知ったのは収穫。求めていた器だと確信したわ。妨害もあったけど、ローズの検証は済んだ。いよいよ研究が完成するのよ、エヴァ。お母さんはお前が待ち遠しい。ね、えもうやってき、あのミランダがねやったことは本当にもうとても許せるようなことではないし、もう何百、しかも100年前からって考えると、もう数えきれない人が犠牲になってるから、もうとんでもないことなんだけど、まあだけどその原動力は娘への愛っていうね。うーわー、これもなんかなー。ああ、で、これがコネクションのメンバーで、真ん中がエブリンの、この右に映ってんのがおそらくミランダ。で、一番右が、これミアだね、多分ね。ミアで、あの左から2番目の人が、あのミアと一緒に、ちょっと名前忘れちゃったけど、エブリンを護送してた人だったのか。はあ。なるほどね。いや。とんでもない事実が。他は何かある？ん？これが、いや100年前ってことはないだろう。あ、でも100年前にも普通に写真はあるか。これがあれかな、100年前のミランダと、まあ、エヴァなのかな。まあ、でも特異菌に感染してそのエヴァも死んじゃったけど、でもその記憶は金庫に保管されてたと。だからあれだね、その記憶をさ保存するっていうと、なんだっけ、アバターで一番最後に出てきた、一番最後っていうかずっと出てきた木みたいなのがあるけど、あれもなんか人々の記憶をなんか、お、え、手を上げろ。アンバーアイズ、ミランダなんじゃないの。ミランダは今どこにいる。まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた、本物なんだな。え、ミアなんだ。無事でよかった、ミア。生きてたんだ。どうしてここに。
突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか、ミアウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから最終場へ。後ろからなんかグサッと刺されたしない？ここに置いてくつもり？約束したはずでしょ、私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって、家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて、夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い、ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ、違う。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？へえ。あ、イーサン、これどうなってるんだ？あ、指が治ってる。誰かいるのか？なんかあたりが雲。あ、動かせる。寒い。え、これは走馬灯か何か？うん、指がね、左手の指が。どうしてこんなとこに。ああ、うわうわうわ、めっちゃかじかんでる。あー、寒そうだ。治ってるってことはもう、あ、もう意識がもう遠のいてるってことなのかな。大丈夫か。バカみたい、お前。え、あれ、どうしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか、俺はミランダに。いや、心臓を潰されたもんな、さすがにね。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ、俺はまだ。どういうこと、前から死んでる？ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸でお前はジャックに殺された。え、この時点で死んでたってこと？お前はとっくに死んでたんだ。そんなバカな、ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない、わかる？ふざけるな。じゃあ今までの俺は。いや、俺は自分で。どうぞ。ミア、
あ、手が。え？分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族、俺の家族、ダメだ。ローザ、ローザ、助けないと。娘よ、お前はもう死んでる。死んでるんだ。俺がローザ必ず助ける。ようやくお目覚めですかな。ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。ああ、できてるさ。急がないと。ああ、わわわわわわ。ああ、デューク。まあ、どうやらデュークがね、イーサンをここまで、こうなんていうの、あそこから拾い上げてきてくれてたってことだね。いやまあまさかというか、衝撃のセブンからこのヴィレッジにかけてのなんか一なんていうの、まさかの展開だね。ほんとまだ いまいちよく分かってないんだけど、本来はもうあの時点、なんだっけ、ジャックに蹴り殺されてたけど、うまいこと得意金と適合したことで、なんていうのかな、まあ体をとどめて、人間の時の記憶をとどめた状態のモールデッドみたいな、そういうことなのかな。はあ、まあだけどもう体がもう崩壊しつつあるってことなんだよね。多分この今回はここで終わりにしますけど、多分次回がラストバトル最終回になると思います。では次回はこの続きからやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。